どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目によみがえられた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。ありがとうございます。今日のメッセージに入る前にですね、先ほども言いましたけれども、今日から受難週パッション週が始まるんですけれども、先週嬉しいことがありまして、それはですね、東京の清瀬からですね、オンラインの会員になりたいっていう、夫婦の方が来たんですね。で、実は3月の頭に熊本の女性の方、ご婦人の方ですね、半ばに横浜の、男性の方ですね、社会人も大戦でバリバリしてる方ですね、それから、この、月末に、ご夫婦の方が、東京の方から来たんです。半ばに来たのは、横浜の方ですね、横浜の方です。だから、関東、横浜と東京と熊本だったんですけども、オンライン会員に3組、4人ですね、申し込んでこられたんですね、正式にきちっとですね。だから本当に神様に感謝したいというふうに思います。で、20世紀の選挙のポイントは一つオンラインと言われてましたけど、それが実際にこうして動き始めると嬉しいなと思います。それとですね、ちょっとすいませんね、引っかかってるのですいません、ね、それと名前は出せれないんですけれども、英語から日本語に変わった方がいるんですね。わかりますかね、女性です。まだ公に言えないからね。で、何が言いたいかったら、その方もうちの教会に来られるようになって、ね、カトリックからね。そしてあともう一人ですね、今日午後ですね、この前コンサートに来られた方が救われて、で、ちょっと入院されたんですけど退院されて、また来られて、どうしても洗礼を受けたいという希望があるので、でこの前は朝の礼拝来られたんですけど、今日は午後の礼拝来る。なんでか言ったら、夜賛美大会とカリスマ聖歌があるので、それも見たいと。でも病気なので、まだ朝から来たらそこまで一日中は残れないと、体が来てくれて、午後の礼拝に来て、それから賛美大会と夜のカリスマ聖会も出たいので、午後の礼拝に来るけど、その午後の礼拝で、洗礼式を受けたいっていうね、もう洗礼会の名前を言ってみても山下姉妹と女の方なんですけども、だから受洗者が出るんですね。主に感謝をしたいと思いますよね。だからオンライン会も与えられたし、受洗者も与えられたし、うちの教会にまだ公では言えないんですが来られるようになった方もいらっしゃるし、ということで明らかに神様が何か技を始めていらっしゃるのを感じます。で、前も言ったと思いますけれども、先週大村の話をしましたが、大村でその、諏訪2丁目を仕切ってるおばちゃんですね、おばちゃん失礼ですね、黒人がですね、聞いたんです、こっちからね、その方の都合のいいのはいつですかって聞いたらね、僕が恐縮されてですね、申し訳ないとか言ってですね、そしてですね、でも嬉しそうにしていたそうで、それなら私一人ではもったいないから誰かを連れていくって言われたそうです。だから一人じゃなくて何人かで来られる可能性ができたわけですよね。で、明らかに主の方が何か動いてるなってことを感じます。で、はっきり神様の手が動き始めてるなってことなんですね。ぜひ皆さんね、期待していただきたいというふうに思います。それが一つとですね、それとさっきも言いましたけれども、今日長崎県予選がありますので、ぜひ5時半からありますので、皆さんご覧になってほしいと思いますね。それと、7時半からカリスマ性があって、九州中が集まって怖い合出ますので、10人行けたらいいなと思ってるんですけどね、飯塚と佐世保が来ます。チェロがあるんですけども、チェロがちょっと今修理に出していて、でちょっと間に合わなかったということなんで、ちょっとチェロは今回行きませんけど来月は来ると思うのでね、期待してほしいというふうに思います。あ、それとね、嬉しいことはですね、今言ったのは全部ね、神様がオンライン会を与えてくださり、それから洗礼者を与えてくださったんですけど、教会は与えるよりも、受けたんです、我々からすればね、受けるより与える方が幸いなんです。で、すごく嬉しいのは、今日ですね、実はちょっと前、私は後藤のことを祈ったんですね、以前、ゴスペル会話行って、霊の高い賛美隊があったんですけども、今度、後藤にまた再び行かなきゃいけないなと思ってて、牧師会ではちょっと話したんですけど、そしたらですね、今日最後に証しをしてあげますけれども、うちの教会に、ね、ずっと来てくださっていた、ドクターの方がですね、今日の礼拝終わった後に後藤に赴任なんですね、1年間ね。で、最初は毎月1回は来るって言われたんですけど、ちょっといろんな事情で難しいけれども、それでも、ここの教会に泊まれますかって言うからね、ここでよければ泊まれますだから全然いいってね、さすがですね、アフリカに行かれる方ですけどもね、行きたいってね、ドクターですよ、ね、それでこう来られて、来てくださること、私も、最低2月に1回できれば1月に1回毎月これが後藤に行ってですね、向こうが嫌がらなければ2人いればもう教会ですからね、集会ができるし、
でもしね、誰か一人でも集まってくれば、賛美隊を連れていけば、ね、賛美隊が賛美もできるので、五島で集会が始まるんですよね。祈ってたんです。ってか、ね、神に示されたから祈ってたら、そのドクターが行くことになったんですね。だから、使わすんですね。まあ、うちの教会じゃないって言われるかもしれませんが、その方はですね、まあ、ある方に言ったらですね、その教会だけは行くなと言われたそうです。うちの教会いろいろやってるから。それともう一つは、インターネットでうちの教会の批判をしてる人がいるので、それも全部読まれたそうです。その上で、でもこの教会に来たら神の力を受けれるし、本当に言葉が来るのでって言われたんですね。先週嬉しかったですね。だから批判も全部読まれて、それでちゃんと行かないようにって言われたんだけども、神様の導きと実際に神様の力を受けて励まされたのでっていうことでですね、でとっても全部捨ててこられた方なんですけども、で全部捨てていこうとした方なんですけども、まあ、後で明かしされると思うんですけども、そのここですごく励まされて伝えられたって言われたんですね。嬉しいですよね。だからそのね、席が変わったとかそういうこの地上のことは関係なく、本当に主なる兄弟として送り出したいんですよね。ね、まず後藤に、やがてアフリカにね、どの団体でいくか分かりませんよ。うちのグループでいくかもしれない、違うかもしれません。でもどこであっても神様に使わされていくので、ね、この教会がバックして送り出してあげたいなってこう本気で思ってるんですよね。で与えると受けるんです、ね、それと第一礼拝にかなこさんが来られたんですけど、で月曜礼拝でですね、先週の月曜礼拝で千田兄弟姉妹、姉妹も今回来られまして証しくださったんですけど、今日で千田兄弟たちはですね、ご家族は東京に行くんですね。で、まあ、そこに光くんもいるし、それから、ね、いらっしゃいますので、ね、妹さん、まみさんもいるし、だからね、まあ、安定沖に行かれるんですけども、どこに使わせるか楽しみですね。ね、そこで訓練を受けた後ね、どこに使わせるか ね、まあ、また九州来たらいいなと人間的には思いますけど、分かりません。北海道だったりしてね、海外だったりしてね分からないですよね。最初の導きだから、ね、あの時残るかもしれませんし、でも今日使わされて、今日を、ね、最後に行かれるんですね。だから一つは篠の字の他のところに行かれると、まあ、センターに行かれる。で一つは後藤に行くと。だから与えるんですよね。ですごく嬉しいんです。教会ってね、流れていくんです。受けるだけじゃダメなんです。与えると受けるし、命って流れてるんですね。これね、これが教会なんですよね。流れてるんですよね。だからその両方が今具体的に起こってきてるっていうのは、これいよいよ神様のね、なんかこう脈動っていうかね、こう神の霊のが動き始めてますので、主に期待してほしいというふうに思います。さあ、その中で今日のところに行きますね。あんまりゆっくり話してるともう遅くなってますので、今日はいつも喜んでいなさい、耐えていなさい、全てのことに感謝しなさいなんですが、本来は今日はさっきも言いましたように、パームサンデーといって、イエス様がロバの子に乗ってエルサレムに移動されたところです、ね。まあ、これをいつも話すんですけど、前ね、今日はちょっと導かれてこっちを話しますが、ちょっとだけ触れておきますと、イエス様がエルサレムに移動っていうのはですね、みんなホダナホダナってね、これパームサンデーっていうのは日本語ですと白の日曜日って言うんです。白の枝の木を持ってこうね、ホダナホダナってね、主を褒めたたえながら迎えたんで、その時イエス様はロバの子に乗って行ったん、コロバに、まあ、転ばないようになんですけどもこれ何かというと、この転ばに乗っていったというのはね、分かりやすければ今で言えば、普通エルサレムの入場の時に王の王としていくので、まあ、エルサレムの檜舞台とか最高の時ですから、今で言えば、まあ、リムジン、リンカーンか何かに乗っていく、そういう場所なんです。ところがそのリムジンに乗っていくべき時に、分かりやすくは軽に乗っていくとでも最近は軽でもいい車がいっぱいあるから、そうじゃなくて軽トラか何かに乗っていくと、そう思ってください。そんな感じだったわけですよね。そうやってエス様に入場された。でそして入場された後に、その時はみんなほだなって喜んだんですけれども、木曜日にゲス様に会って、不当な裁判を受けて、不当です、全く不当です、不当な裁判を受けて、そしてエス様は金曜日に十字架にかかりました。この時一つだけね、もう先週十字架話したから、日本語では受難日って言うんです。キリストが難を受けた日だから受難日。でも英語ではグッドフライデーって言うんです。で確かにキリストが難を受けたから受難日なんですけど、私は英語の方がいいと思うんですね。グッドフライデー、良き金曜日。どうしてかって言ったら、キリストは私の代わりに難を受けて、地獄に代わりに行ってくださったでしょ。それによって私たちは命を受けて、いつでも神と交わりになって祝福を受けるものになったんですよね。で皆さんね、まあ、子供にいる方ですね、あるいは大切な人がいる方、その人のために何か自分が代価を払ってあげたときに、相手がいつまでもね、申し訳ない、申し訳ない、申し訳ないっていうのとね、と喜んで生きてるとどっちがいいかというとね、喜んで生きてくれてる方がいいでしょ。子供はいつまでもね、お父さん申し訳ない、まあ、申し訳ないって言われること何もしてないから逆ですけど申し訳ない、申し訳ない、申し訳ないって言われるよね。いや本当にそれを受けて喜んで輝いて生きてくれる方が嬉しいですよね。もうグッドフライデーなんですよ。
イエス様は命をかけて愛してくださった、それを受けて本当に最高の金曜日ってこれがあるから幸せって喜んで生きることが神の御心ですね。これはね、ぜひ知っておいてほしいというふうに思います。それで聖書に入っていきたいというふうに思いますけれども、テサロニケのところですね、第一テサロニケですね、5章の16節からもう一度言いますね。ご存知のことですけど、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストですにあって神があなた方に望んでられることですと。今回大川先生がですね来られて、聖書のメッセージはね、複雑にする人はいるけど、もう極めつけはこれで一番シンプルだって言われたんですけども、そうですね、いつも喜ぶ、絶えず祈り、すべてのことに感謝する、今日3つに絞って話しますけど、特に今日はいつも祈りを言いますが、今日は感謝と喜びのことを言いたいと思うんですけども、この3つのポイントでお話をしたいんですけども、ここはねポイントなんですね。で、一つ目のいつも喜んでいなさいっていうのはまさにいつも喜んでいなさい、 always ですね。あそこに書いてありますけども、いつも主にあって喜びなさい、もう一度言います喜びなさいってね、これの鍵なのは主にあってって言葉なんですよ。なぜ喜ぶかって主にあってなんですよ。つまりうんと砕いて言えば、主が一緒にいるから喜ぶ、もっと言えば主は私たちを愛していて最善以外なさらないから、もちろんね、神がなしたんじゃなくて自分の罪の結果起こること、サタンの攻撃のゆえに、ね、なんか人が悪いことして起こってしまうこと、それは神じゃなくてサタンであり罪なんですよ。でもそれも神の許しの範囲でしか起こってない、神が許されなければそれはできない、サタンさえも罪さえもね。だから神の許しの中で起こってるから、それさえも神様は最善に必ずなさるから喜ぶわけですね。もうちょっと言うとね、そのこと自体も喜ぶんです。神が許されたことだから、そのこと自体さえ祝福に変わるから。だから主にあって喜びなさいってとこね、この主にあってを抜いたらね、まずいんですね。主がいるから、その愛してくださった主が許されたことだから、主がやってなくてもね、主が許しの中で起こっていることだから喜びなさいなんですね。それでね、あとこれは新約ね、旧約でこの喜ぶってすぐ出てくるのはここの言葉ですね。彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めたとき、主は福を設けてユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、聖戦の人々を襲わせたので彼らは打ち負かされた。御言葉一回あるといいですね。第2列代歴代史、今日は久しぶりに来た方や初めての方はちょっとあれかもしれませんが、主の十字架ではこの御言葉は頻繁に聞かれます。賛美隊の格の御言葉です。第2歴代史の20章、ヨシャバテのところ、ヨシャバテという王様が絶対絶命になるんです。詳しく話しません、時間がないからね。もう間違いなく負ける、しかも自分たちは子供も含めてみんな殺されるっていう戦いです。で、子供でも分かるんだ、明日になったら自分は死んじゃうなって。そこでみんなして断食しておるんですね、もう子供も分かるから。その時に神様がこれは私の戦いだ、勝利を与えるって約束するんですよ。そしたらヨシャバエたちは何をしたかと言ったら、その言葉を信じて、いいですか、戦争ですよ、戦争なのに武器を持ってる人じゃなくて賛美隊、賛美する人たちを前に立てるんです。で、昔日本で玉砕ってありましたよね、神風特攻隊、ね、あれもある意味でちょっとひどかったと思うんですけども、言った人たちはすごく純粋な気持ちで言ってますけど、ね、だけどこれはね、それ以上ですよね。戦争で一番最前線に、殺し合いですからね、旧約ですから特に、なのに一番先頭にこう勝てる。ただ決定的に違うのはね、神風特攻隊と神の言葉があった、神様は必ず勝つ、勝利を与えたっていうことなんで、彼らはその言葉を信じて、約束じゃなくてね、約束じゃなくて信じて、もう勝ったって、もう勝った、もう天勝った、続けて言うともう勝ったになっちゃうから、ね、もう天勝った、勝ったぞーっていう声を上げたわけですね。で、大事なことは何も変わってないんですよ、何も起こってないんですよ、何にも変わってないし、何にも起こってない時に賛美隊が最前線に立って喜びの声を上げた、喜びの声、賛美の声、これが賛美隊なんです。今日賛美隊がありますけど、喜びの声、賛美の声を上げた、神様ありがとうございます、勝利ありがとうございます、何も変わってない時に、そしたらね、福音ができたんです。天使だという説、地元の兵隊だという説、敵が翻って仲間にしたんだという説、分かりません、天国に行ってきましょう。でも確かなことは、福音が来て全滅したんです。敵はすごいのはね、ここが大事な賛美隊の言葉なんですよ。なぜすごいかというとね、敵は全滅したんだ。で、こっちはまだね、賛美隊が前に立ってるから、戦う人たちは後ろにいるから、まだ一本も弓を引いてない、弾も一本も撃ってない、つまり一本の弾も一本の槍も使わないで、負傷者もまだ誰もいない。その時に神が賛美隊の賛美を通して敵を全滅させたんです。で、ここが与えられてるのね、皆さんもうちょっと興奮してほしいんですけど、日本の例の戦いってどう考えても世界中が知ってる、日本は最も固くなる民です。知ってますか皆さん、イスラム局より、イスラム圏よりも日本の方がクリスチャンは少ないんですよ。リビアよりも
サウジアラビアよりも、アフガニなんだっけ、シリアよりも、いわゆるイスラム教の国よりもクリスチャンが少ないのですよ。これはすごいですよね、考えたら。ね。そういう本当に霊的に激しい戦いの中で、賛美隊が賛美をするときに、これが崩れるってことですよ。しかもね、負傷者ゼロなんです、これ。ヨセバタのところ。これが賛美隊なんですよ。喜びの声なんですよ。でも、何も変わってないんですよ。繰り返します。ですが、変わって敵がね、戦争なんか仲間割れ始めて、あ、仲間割れ始めたと、ハレルヤって言ったんじゃなくて、何にも起こってない時に喜びの声を上げたんです。神の言葉があったから。で、なんね、今日賛美隊がありますけど、クワイヤも出るんですね。クワイヤですね。私、クワイヤって言ってもいいけど、クワイヤじゃなくてクワイヤ。で、皆さんちょっとこれ言っておきますけど、教会のクワイヤは、うまいから入るのではありません。賛美が好きな人、賛美したい人は、もうどんどん入ってください。音痴大歓迎。ね。その人がいたら、音程はくれる。大丈夫。佐賀兄弟はとっても優しいから、覆ってくれます。いいですか？なぜかというとね、賛美隊なのです。賛美隊なのです。で、うまくなったから賛美隊じゃないんです。賛美隊っていうのは、どんな状況の中でも神を褒めたたえて、神は必ず良いことしかなさらない。命を懸けてくださったイエス様が悪いことするわけないじゃないか。もう今最悪。もうこれ、最先何にもわからない。でも、神様は間違いないってこう、喜んで賛美する人ですよね。で、音が少々苦労は関係ないですね、賛美隊は。だからね、どうぞ教会のクワイヤーには、クワイヤーじゃない、クワイヤーだ。クワイヤーにはですね、ぜひ入ってください。ちょっと脱線しますけど、いつも言いますが、今日ね、チームスマイルって島原教会のでね、2つ出るんです、島原教会2つ。で1つはロダリオさんっていうね、洗礼を受けたフィリピンの女性が子供さんと出る。でもう1人はね、被災牧師がね、あ、被災牧師は、どこに、あ、受付だな、被災牧師がですね、ついに復活して出るんですけど、今までは1人でアカペラでやってたんですが、今日はですね、いつも島原で一緒にやってる伊藤牧師と、それからいつも久留米から来てる山下さんという女性がですね、後ろに立つんですね。で、伊藤牧師と山下さんを従えて歌うんです。そのバックにつくのはですね、ビーと、ヨハネと、イダヤがね、叩くんですね。すごく嬉しいんです、私。病気で苦しみましたけど、今日は復活の日ですよね。で、うまく歌えるといいですね。でもね、申し訳ないけど、うまいか下手かわからないけど、賛美隊であることは間違いない。喜びの声を上げるんですよね。ああ、で、その伊藤牧師はね、山下さんがすごくね、奥さんと親しくて、昔から知ってるんですね。この前島原で面白いこと言いました。私も路上ライブをしたいんだって。どうしてかというと、そしたら上手くなる。そうですよ、上手くなりますよって。伊藤さんね、本当に下手でしたもんねって言うんですよね。私がからで、親しいからですよ。本人目の前にいますからね、嫌味じゃなくて親しいからね。本当に下手でしたもんねって。でも上手くなりましたよねって。本当に上手くなりました。本当に下手だったんです、申し訳ないけど。ごめん伊藤さん。いや、彼聞いてる、見てるからね、後でダウンロードして。で、何かというとね、でも彼はその下手な時にタマナで賛美隊に立ったんですよ。その時救われた人が今も教会と聖会に必ず来るんです。見事ですよね。で、今上手くなりました。賛美隊として賛美した結果です。だからね、賛美隊ってのは喜びの声があるんです。で、時間があるかな、このね、ヨシャパテのところに行くとね、必ず私が思い出すことがある。古い人は何回も説教してるけど、何かというとね、東京安定教会にいた頃、当時まだ国分寺クリスチャンセンターと言いましたけど、私は20だから27年だからもう28年ぐらい前、ね、その頃街道借りてた、今みたいになくて転々としてたんでね、1箇所借りてたんだけど、ない時他のとこ借りてた、ね、全部ダメだったんで、全く礼拝する場所がなくなったんですよね。で、困っちゃったん、ね、で、修復を作るから2週間前の日曜日に決まってないと困るんと、その2週間前の日曜日決まってなかったん。そして秋元牧師はですね、今週の金曜日まで、木曜日までに、金曜までに決まらなければ、もう公園でするしかないと。ね。でも神様が死に、イエス様が死に牧師が絶対場所があるってね、夜の礼拝、朝じゃなくて、夜の礼拝に40人ぐらい当時いたんですけど、ほとんど新学生だったんで、みんな前来てくださいって言ってね、あんまり今は結構ね、やりますけど、その頃そんなことしなかった。全員前集めてですね、神様が用意してる場所があるから、ね。ね。今どこもないけど、神様必ず最高の場所を用意してるから、神様に感謝して喜びましょうってね、始めたんですよ。ああ、神様ありがとうございます。素晴らしい場所ありがとうございます。何もないけど、神様用意してくれありがとうございます。もう最高の場所で感謝しますとか言ってね。で、みんな若くて純粋だったから一緒になって、アーメンハレルヤありがとうございますとか言ってたの。さすがにね、2、3分やってチラッと見てですね、5分ぐらいやってチラッと見てね、で、そのうちひだまずき始めるからね、一緒にひだまずいてやるんですけど、5分ぐらいしたらピラッとこう見たらですね、まだやってるんですね。10分ぐらいやったんですよね。
あれ外から見てたら気違いだったでしょうね。でも神様はね、見てました。それで木曜日の日にね、秋元保証は休みなんです。家族の日探しに行くこともないから、そしたら神様に、今日は安息日だからって言って家族と過ごしなさいって言われて、動物園だったかな、ちょっとすいません、もしかしたら間違ってますけど、行って遊びに行かれたんで、戻ってきたらお父さんから電話入ったんですね。あ、教会のスタッフから。お父さんが心配して鉄道学園のところに連絡を取ったら、鉄道学園貸しに出してて、それまでやってなかったのに、あの JR がちょうど、なんだっけ、民営化された時でね、今まで書いてたの。それでね、200人の場所、300人の場所、500人の場所、700人の場所、どこがいいかって言われたんですよ。1ミリとして礼拝場所がなかったところから。当然700人の場所って言ったわけですね。で、700人椅子をちゃんと並べると1200人入る。つまり1ミリとして礼拝の場所がなかったのに、ついなんと1200人入る、その当時のプロテスタント一番大きな礼拝の場所を変えれちゃったんですよね。で、実は私ね、鉄道学園どうですかって言ったんです。でも言ったけど、私ね、実際アプローチしなかった。お父さんの方がアプローチしたら開いちゃったんですね。で、やっぱりね、アプローチしないとダメですね。これでね、最高の場所だった。で、ここだけでも奇跡でしょ。それで終わらないんです。その2年間使ったんですけど、1年目で私そこで暗示されて、ちょっと長崎来たの、そこで暗示されて、その鉄道学園で700人の場所で、1200人の場所 で、それ我々が来た後にね、いろいろあって、その子壊すことになって、いろんな場所に変わったんです。その結果何かというと、まずね、一つはね、鉄道学園で学園なんですよね。ものすごい敷地広いんです。車止め放題、東京です。駐車場はベラボンに高いん、車止め放題、一日中ね。で、しかも場所変わった時にですね、向こうのいろんな設備使わせて、音楽賞の時は楽器全部使い放題で、そのうちですね、徹夜機とかもさせてくれて、もう時間なくなった人はそこで寝泊ましてもらって、日曜日だけ借りてるはずなのに、ほとんど1週間借りるようになったん。それでね、お金をね、払わなきゃいけないからって、向こうは請求書来ないんだよね。だから、まあ、もしかしたらネタを起こしてはいけないと思ってでもそのうちやっぱりまずいと思って、ちゃんと取ってんですよ、お金はね、最初契約したから。言ったんですね、お金払いたいんですけどって、向こうも、ね、払ってくださいって言うからね、もちろん払いますよって言ったら、まだ請求書来ないの。だから請求書くださいよって言ったらですね、分かりました、出しますって最初言ったけど、まだ来ないの。でもお金払おうと思って言ったら言われたんですね、実はそこは貸す場所はなかったと。貸す場所はない場所を貸した場合、税金が非常に高くかかって、あなた方が訳したお金よりももっと高いお金を払わなきゃいけない。だから申し訳ないけど、忘れてください。いいですか、向こうが言ったんですよ。だから忘れてください、頼まれたから借りたことを忘れてあげることにして、ちゃんと用意してたお金は払わないかったの。払ったら向こうはもっと大変だから、向こうが言うからね。いいですか、ごまかしたんじゃないですよ。結果的に2年間使い放題使って0円だったんです。これ皆さんね、いいですか、1ミリとして私は礼拝の場所はなかったのに、当時最高の場所を借りて2年間使い放題使って、駐車代もタダで、最後向こうが言うから0円です。本当にちゃんとお金をしてましたからね、約束した分お金払うつもりで。これは見事ですよね。で、私そこにいたんですよね。あれで、その時ですか、何にも見えなかったんで、秋元牧師はもう これでもしなかったらもう公園で礼拝しようって、雨だったら傘差せばいいって、まあ、私スタッフだったからね、ちょっと話してたの。そしたら見つかったんですよね。しかも与えられた最高の場所、まさにヨシバと似てるでしょ。だって何にも起こってない時にやったんだから、喜びの声を上げてください。喜びの声を。神様は生きてるんです。神様は私を愛してるんです。神様はあなたに最善の場所、最高の場所を必ず用意してるんですね。だから喜びの声を上げる。ヨシャバテの時も我々の会談の時も最悪だったんです。最悪だったんです。でもそこで彼らは喜びの声を上げた。これね、その時逆に起こった。これ一つね。で、二つ目はいつも祈りなさいですけど、これ今日はさらっといきます。祈りのことはいつも話すの でいつも祈りなさい、あ、絶えず祈りなさいか、絶えず絶えず祈ることは普通できません。でも一つ方法があります。聖のバプテスマを受けて威厳を語れるようになると、お皿を洗いながらブラブラブラって祈りますし、運転しながらブラブラブラって祈りますし、ね、何かしながら祈れる。テレビを見ながらでもあれブラブラって祈ります、ね、これ本当に祈れます。まあ、ただ人と話しているときね、ブラブラって言うとね、なんか不愉快な思う人もいるし、説教中になる人もいるんですね。思いますよね、なんか私の説教があれだから祈ってくれてるのかなとかねまあね、いるわけです ね。で、それは威厳があると絶えず祈ることは可能になります。これ一つね。もう一つはですね、絶えず祈るときに、大きな問題が来たら普通に祈ると思うんですけど、諦めちゃう人もいるんですね。でもね、大きな問題のときに信仰を持って祈る鍵はね、
小さなことを祈ってるかなんですよ。こんな些細なこととかこんなことって思って結構神に持って言ってませないことがありませんか。その小さな些細なことを主に祈ってほしいんですよね。その時神様聞いてくださるんですよね。で、今回ね、八代に火曜日に行ったのかな。その時に、バスで熊本まで行って、それから電車で行ったの。ちょっとバス券があったから。で、11時29分熊本発の電車に乗らなきゃいけなかったんですけど、バスは11時7分に着く予定だったんだけど、まあ、バスと遅れるから遅れるのを見込んで、まあ、29分なら間に合うと思ったらかなり遅れた。乗る時にすでに10分以上遅れてて、乗ってるうちに30分遅れて、私思ったのこれはもう間に合わない、やっと城の牧師に電話しようかと思ったの。その時待てよって、電話する前に神様に祈ってみようと思って、神様間に合うようによろしくお願いします祈りながら、無理だろうなと思った。でも祈ったんです、真剣に、バスの中でね。そしたらね、祈り終わったらですね、それまでこうバス停止まったんですけどね、言わんですね、この後は降車、降りる人しかありませんので、乗る人は乗り、ね、降りる人しかいません、乗せないのでもうバス停で、だから、降りる方がいたらおっしゃってください、いない場合はもう止まりませんって言うんですよね。そこからね、降りる人いないの全然、ザーッと言って、それで最後の3つぐらい止まったの。その結果、間に合わないはずなのに、あれこれもしかしたら間に合うかなって思って、25分に着いて29分の電車に切符買って駅の中に入って立ったら電車がスーッと来たの。ほら見事ですよ。で、私せっかちだから待つの嫌いでしょ。ぴったりですよ。実に小さなことです、些細なことです。で、私とってはね、なんかすごく嬉しかったんです。こういう小さなことも主は聞いてくれるんだなってね、こういうことも答えてくれるんだなって、ある人にとってはどうしたと思うんでしょうけど、私にとっては良かったんですよね。で、人間関係も考えてください。小さな些細なことをいつもなんかちゃんとしてくれる人の時には、何かあったらあの人のところに行って相談しようと思うでしょう。だからつまらないなんて思わないで、些細なことでも主のところに持っていく。些細なことは人に相談して、大きな時だけ神っていう人がいる。小さな些細なことも主のところに持っていく。そして神様の答えを見てほしいですね。まあ今日は祈りはそこまで。そして3つ目、一番大きな、全てのことについて感謝しなさい。これはもう主の十字架の人だったらよく知ってる。良いことも悪いことも全部を感謝しましょうってことなんですよね。全てのことについて感謝しなさい、ね。で、それが神様の望んでいることだからって書いてあるんですね。この下の方ですね。神があなた、あなたで終わってるんだけど、下げてくれないかな。ね、神があなた方に望んでいることですっていうね、これ書いてあるんですね。で、皆さんですね、長崎教会のホームページに思わず笑顔になってしまう話っていうのがあるんです。知ってますかね。知らない人手を挙げてって、手を挙げにくいかな。で、ぜひ見てください。話は、ね、短いの1分、長くても1つか2つ長くて大体5分、長くて大体3分ぐらいなんですけど、それでね、奇跡から逆転した話とかね、病気が治った話とかね、感謝したら、いろんな話がある。で、いろんな人が話してます。30人ぐらい、30人以上かな、の人がいろんな体験談を話してます。毎日1個ですね。すごく短くて簡単に聞けるので、その中にあった話なんですけど、平牧師、筑豊の平牧師、ね、もう名前が出てるからそれがあったんですね。11月か12月に車を運転していて、ちょうど一旦停止して右折しなきゃいけないと、一旦停止しないでスッと曲がったんですって。ちょうどそこにパトカーがあった。開いたーと思ったんですって。開いたーと思ったけど、主の十字架の人はね、開いた、感謝しますって言うでしょ。ああ感謝しますって言ったら、そのパトカーちゃんとね、くるっと U ターンしてね、追いかけてきたんですって。で、分かる人分かりますよね。こう後ろからマイクでね、はい、そこの何々の車止まりなさいっていうね、なんと言えない、もうはあっていうやつね、ああ感謝しますってやつね。で、ね、心の中で、ああ感謝します、感謝します、感謝しますって言いながらね、頭の中でね、こう福田幸って書いて、言ってましたね。一万円札がこう福田幸がこう飛んでいくんですって。ああ感謝します、感謝しますって言いながら、ああ福田幸が飛んでいくと思ったんですって。あいたーってね。そしたら案の定止まったらスッと後ろ止まられて、前かな、止まられて、お巡りさんが出てきて、窓ポンポンって叩いて開けたらですね、あそこは一旦停止しなかったですねって言って、はいっつってね、はい、免許証見せてって言われてね、もう変わるって感謝しますよな、免許証見せたの。なんて言われたかって、その免許証ね、ゴールドだったのね。あ、ゴールドですかって言われたから、はい、ゴールド、あゴールドですってね、気にしなかったです、それまでゴールドであること、あゴールドですって言ってね、あゴールドですかって言ってね、あそこ一時停止しなきゃいけないの、ちゃんとしてくださいって、はい、すいませんでしたって言ってね、でピタッとしばらく見てですね、でですね、返してくれたんですって。えっと思って、それで、どっち行くんですかって言うか、いや、こっちですね。じゃあ、誘導しますから行ってくださいって言ってね、で、こう誘導して行って、えっと思
持ってですね、ハレルヤ感謝しますってね、もう振り返ってお前さん見ないでさーっと言ったそうですでそしてその時に、ここから面白い、その時に1万円札福田幸が飛んでいくと思ったので、あ、これ神様が守ってくれたから、ちょうど殉教聖会で献金を募ったから殉教聖会に捧げようと思った1万円で、3回に分けて3000円ずつ、11月だったかな、12月12日かな、3回に分けて3000円ずつ献金して、当日1000円を献金して1万円献金しようって決めたんですって。それ個人ね、教会からちゃんとあの地方はたくさん献金してくださいましたけど、個人でね、そしたらですね、それ決めたんです。で実際すぐしたんです、もうすぐ送ったんですってね。そしたら2回目をやったところあたりでね、ある方から突然電話がかかってきたんですね。ね、いつも、ね、と遠方の人で、ね、なんかお話した後にね、あ、神様がおっしゃるから献金するねって言って、あって言ってね、10万円献金が来たんですよ。10倍。そのおかげで2月の感謝と賛美リバイバルキャンプ、あ、じゃなくて、2月の賜物キャンプ、スネゴイキャンプに今年もね行くことになったんですね。で彼女の場合ちょっと腰が悪いから、あのバスとか乗りにくいので、ちょっとね新幹線で動きやすいから途中ね、それで行けることになっちゃったんですよね。あんまり感動してないですねいや本人は楽喜んで証しをしておられました。で感謝をしたら免れただけじゃなくて、喜んで捧げたら10倍になって帰ってきてね、行けちゃったんですよね。でこれはね、でもねすぐ答えられたんです。今日最後に話したいことなんですね。でも皆さんね、感謝して喜ぶでしょ。今こういう話がそうかと思って皆さんね、今日ね感謝を始めるわけですよ。このことを感謝しようって ね。でところが感謝し始めてですね、思うわけですね、車なんて感謝したらすぐ答えられたんだから、私もすぐに、ね、階段、あの階段降りた頃にはと思ったらですね、冷たい風がヒューッと吹いてきてですね、ね何も変わらない。いやでももう一日待てばと思って、明日になっても変わらない。で1週間感謝をしても変わらない。1ヶ月感謝をしても変わらない。思い始めるんですね。あれは平牧師の話、今日出なかったけど、ね、本当は南君流しやす感動的な話が出たんですけど、本当はね映像に出なかったけどね、あれはあの人の話、私は違うわって思うんですね。やめちゃうんです。で実はね、信仰で一番大切なことは何か知ってますか。忍耐なんです。忍耐なんです。コリント書にいつも言うように、本物の信者って書いてあるのは言語中じゃなくて、試験済みの信者って書いてある。試験済みの信者ってどういうことがありますか。立派になって忍耐を通過した人なんです。で感謝してすぐ答えることはいっぱいあります。だから期待してください。でも感謝しても何も変わらないとき、喜んで踊ってヨシャバテの真似をしてやったのに、なんで変わらないのっていうとき、すぐ変わらなくてもやめないでいただきたいんですね。忍耐なんですよ。忍耐を学んだ人は信仰の勇者です。私秋元牧師を見ていてすごく感じるのはですね、この方は忍耐を知ってるんですね。22歳で献身して海外宣教でした。インドネシア宣教ね。でその後、まあ、いろいろなったんですよ。15年間彼は関東から出てない、飛行機に1回も乗ってないんです。でも海外選挙の夢を捨てて、ね、それ伝道者の夢も捨てて、もう牧師として東京で一教会の牧師になろうと思ってたんです。そしたらそこから神様が世界に行けって言ってですね、今、2000回以上飛行機に乗って、今の段階で90か80いくつか、ちょっと正確な数字忘れましたけど言ってますね。持っていくと思いますね。15年間で、その15年間の間にお友達はどんどん海外行った。面白いですよね。待たされたんですよ ね。結婚も遅いんです。37歳、ね、でもその37歳になってから結婚した伏木さんが秋元伏木ってすごい大きな人生の鍵でしたよね。面白いですよね。忍耐を学んだ人は信仰の人なんです。で感謝をしてすぐに答えられることを期待しましょう。でもすぐ答えられなかったら喜んでください。非常に大きな祝福が待っております。いつまで感謝すればいいのって、その感謝を通して神が答えと栄光を表されるまでです。もしかしたら1週間かもしれない、1年かもしれない、10年かもしれない。それは神の手の中にあります。感謝をしていくんですよね。その時に主の技が現れてね、これをどうぞ覚えてほしいですね。さっき会場の話をしましたけど、会堂ね感謝した時にですね、日曜日やったんですよ。で木曜日がタイムリミットで、金曜日に週報作るから木曜日に与えられたでしょ。でも最悪公演でしようと思ったけど木曜日に与えられたでしょ。よくあるんです。最後の土壇場で逆転が起こるって。今ね感謝をしつつ待ち望んでほしいです、ね、簡単に投げ出さない。いいですか。神様にエコ悲劇などはありません。あなたのために十字架にかかってくださっているイエスキリストは必ず用意している祝福がある。
だから感謝の声をね、まっ上げてつけていただきたいと思います、ね。本当はまだまだ証しがあったんですけど、ちょっと時間が押してますから、今日ここまでにしておきたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、今日も、よく知っている御言葉ですけれども、もう一度神様、私は聞きました。聞くだけではなくて、聞いて実行するものとなしてください。どうぞ、いろんなことが許されますが、あなたは最善がなさらない方ですから、喜びの声を上げ、祈り、そして全てのことを感謝することを実践していきますように。それを通して神様、私たちがお互いの人生の中にまさに神の栄光を見ることができるように、力強い御手を持って導いてください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に素直に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、今一人があなたの前に差し出したこの願いと求めに応えて、癒しを与え、奇跡を与え、解放を与えてください。キリストイエスの名によって、心と体を癒されよ。イエスキリストによって心と体を治れ。イエスキリストによって関節に触れてくださり、神経に触れてください。イエス様って命令、癒されよ。あらすぶ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 らすどうでした。もう一人一人の願いと求めに応えて、一人一人に豊かにあなたの御業と栄光を表していってくださいます。お願いいたします。お仕事を祝福してください。アラブラブラサンタレスブラスブラブラブラ。なんか新しい場所に移ることを示されている人がいます。で、慌ててはいけません。神が用意されている場所があります。なんか確信が来る前に動いてはいけません。もう仕方がないと思って動くと失敗します。はっきり確信が来るので、確信が来るまで感謝して待ちなさい。ここだって思える確信が来る時が来ます。その時があなたの動く時です。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。仰ぎ子犬が悪ば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをしていただいて、その後、時間大丈夫ですか先生。はい、はい、その後ちょっとお話をしていただきます。じゃあお願いします。